毛利リ成は、長戸国長府藩八代藩主、後、長州藩七代藩主。意味川はじめ元武者、後京隆史、重成、さらに、シ成と改めた。京方十年、長州藩主藩の長府藩主毛利京広氏の十、何として生まれる。陽名は岩の城。京広氏の後を継いだ、伊豆大野市治が、京方二十年に死去した際、 死、治むの実施、多賀野城は、出生が、幕府に、見届けで相続が認められず、京広市の七男の聖奈へ、八尾の子忠氏はそれぞれ新末藩主、宇田毛利とし家を継いでおり、仮王紙として届けられていた岩野城が家督を、相続することになった。また、法歴元年には本家にあたる長州藩がい六代、藩主、毛利宗広が創生し、四次がないことなどで、 末期用紙として家督を相続する。徴収藩は天才による米の不作、藩商品の販売不振などにより収入が減少し財政赤字に陥っていた。茂成は藩主就任と同時に坂時、あり、長沼正勝ら三家老を招集し改革案の提出を要請する。法歴3年、三老上書が提出される。内容は経費の削減などから、 神殿開発、後廃殿の復旧、執行による流通整備などが掲げられていた。茂成はまず検知を行い、8年後には新たに4万国分の収入を得ることに成功した。この収入を犯罪性には組み込まずイ育方を設立させ、こちらの資金として充てる。イ育法はこの資金を元手に、明和元年、鶴浜を開け咲く、伊崎を埋め立て今浦港を執行。 4年後には、室住、中間の港整備を行う。港の改良により、海鮮の気候地として発展させると同時に、半物品の販売、海鮮業者への資金貸し付け、倉庫貸し出しなどを行い、利益を得る。ブイック法がほぼ全てに当たった。また、塩田開発も進め、明和年間には21万国に上がる収益を得たと、言われている。この他にも、静止、せい 政党などにも力を入れた。一方で、過度な年貢取り立てなどの政策は一気に悩まされることにもなった。天明元年、徳川家春の志士に、一橋家の男子の豊か千代が決定し、徳川家成と改名すると、茂成の成が、将軍志士の本名と同じため、読みを茂成から茂高に改める。天明二年に家徳を読む男の父親に譲って隠居し、 自身は、三田尻の三田尻ご茶屋に住んだ。7年後の完成元年に死去した。去年64、墓所は、山口県萩市の東高寺。参考は、萩市、第一巻など、実際の親子関係のみを示す。大竹明、中間に収録された、法歴五年の武漢に掲載された家臣は、以下の通り。なお観光の都合により、掲載情報が、 公歴5年以前のものを含んでいる可能性はある。また、武漢では、諸般で呼び名が違う役職名を標準化している場合があるので、実際の繁殖名と相違する場合もある。一門野家、家老、毛利茂甲府、洋人、毛利茂甲夫養人毛利茂甲夫養人白氏、京高市時代、茂成時代、ありがとうございます。